こんにちは、スタイリストの大山俊です。さあ皆さん、こちらの背景はもう皆さんご存知の通りですよね。僕が今日着てるのはユナイテッドアローズグリーンレベルリラックシングさんのプレスルームなんですね。まあ今回も来ました。皆さん楽しみにしてる方も多いかなと思うんですが、今日はですね、ちょっと打ち合わせがあったので、まあ、せっかくなので商品の方も皆さんにご紹介したいなと思ってるんですが、初夏ですね。もう最近は気温がね、一気に上がっちゃって、僕自身も着るものに困ったんですよね。まあ20度以下だと、まだなんか春のアウターとかもいいかなと思うんですが、これが、まあ25度とかになっちゃうと、初夏の装いが一番ぴったりかなと思ってまして、皆さんもじゃあ何着ようかなって迷ってるかなと思うので、今回はそんな初夏にぴったりなアイテムをベスト5という形で皆さんにお届けしたいなと思ってますので、ぜひ最後までお楽しみいただければなというふうに思ってます。まあ、ほんとね、なんか毎回来るたびに新鮮なものがあって、あ、これいいじゃんとか、これ着たいなっていうものがあってですね、まあ、5個に絞り切るのがなかなか難しいんですが、ちょっと厳選してね、皆さんもあれこれお伝えしても、なかなかこう、どれ買っていいのかわからないとなってしまうかなと思うので、皆さんにお伝えしたいなと思ってるんですが、早速行ってみましょうか。まず1点目はですね、まあ大体こういったマネキンに着せてあるものっていうのは強く打ち出したいアイテムだと思うので、まさにこのあたりすごく素敵だなと思うんですが、まずね、僕が一番最初にこう目に入ってきていいなと思ったのがこちらのですね、バンドカラーシャツですね。僕はね、今日も着てるぐらいバンドカラーシャツ大好きなんですよ。今日はちなみにユナイテッドアローズさんグループの H ビューティー&ユースのものを着てるんですけども、こういったバンドカラーシャツ大好きで、僕はめちゃくちゃたくさん持ってるんですね。その中でもこちらちょっとリネンがミックスされてるんですよね。そうですね、アハートワードレーヨンが加工されていて、はい、独特の素材感。はい、なんか季節感出ますよね。初夏の雰囲気、素材使いですごくね、ゆるっとした雰囲気がね、また素敵なバンドカラーシャツなんですが、まあ、特徴としてはこのポケットがね、左右対称に胸についてるというあたりですね。これがあるかないかで全然違くて、ついてることでちょっとこうアウター感覚で着ることができるので、これね、なかなか素敵だなと思うんですね。ちょっとせっかくなので僕自身も着てみたいと思います。はい、バンドカラーシャツね、大好きなんですけども、なんか着方によって様々な症状が、見せられるのが、まあ、すごくいいなと思ってるんですが、このポケットありなしっていうところはね、かなり大きな違いを生むというところを皆さんにね、ちょっとお見せできればなというふうに思っています。はい、ここに置かせていただいてね。はい、色はこちらモカですかね。そうですね、はい、モカとあとライトグレーとネイビー。そうですね、こちらにあるのが、ライトグレーなんですね。ライトグレーも良かったんですが、せっかくなんでね、ちょっと違う色を着た方が皆さんにもね、見ていただきやすいかなという感じで。はい、モカです。どうでしょうか。僕身長164センチ、53キロと小柄なんですが、こちらはね、着用サイズ M です。S で着てももちろんいいんですが、少しトレンド感を出したいのであれば、あえてワンサイズ上げてもいいかなと思いますね。すごくね、雰囲気いいですよね。今時期 T シャツの上とかにさらりと着れば着こなしが完成するというあたりで、これはね、なかなかいいですよね。で、ちょっと暑いなと感じたら、僕はちょっと腕を軽くまくってもらうのもいいんじゃないかなと思いますね。こう腕が露出することで、なんかこうちょっと軽快な感じにもなるし、小物ね、こういった時計だとかバングルだとかを見せながら着てあげるのもいいかなと思って、こんな感じで前開きで着てあげるのもすごくいいんじゃないかなと思いますね。うん、ライトグレーもいいですよね。ちょっとこちら見ていただきたいんですが、このね、色味もすごくいいですよね。僕自身も大好きなコーディネートで、上半身はちょっとこのライトグレーとホワイトの T シャツで爽やかにまとめて、ボトムスはこれはダークグリーンですかね。そうですね。はい。この色味もすごく綺麗ですね。深みのある色なんですけども、上半身明るめでボトムスが深めの色で、ちょっとこうメリハリをしっかりとつけてあげると、バランスもいいですし、なかなか素敵ですね。このパンツもなんか欲しくなっちゃいますけどね。これ、オルマイですか？そうです。オルマイジパンツ。はい。このね、オルマイジパンツは大人気ですよね。僕もブラックをもう日常ガンガン履いてるんですが、このグリーンバージョンもすごく素敵なので、ちょっとこれでね、ブラックだと、まあベーシックでモノトーン系の収まりでいいと思うんですけど、ちょっと変化球というところで、こういったダークグリーンっぽいものもすごく収まりがいいので、ぜひ皆さんチェックしていただければなと思っております。
はい、続いてですね、これ着たまんまいっちゃいましょうか、うん、せっかくなんでね、続いて僕が気になったのはこちらですね、ダブルのジャケットですね。これね、皆さんもうすでにお気づきだと思うんですが、先ほどこのマネキンに着せてあるね、このアイテムがまさにこちらのダブルのジャケットなんですが、僕これまた大好物で、僕の動画に見慣れている方は普段からですね、グレーのこういったダブルジャケットを着てるの、分かっていただいてるかなと思うんですが、ちょっとこうダブルのジャケットというと、あのかしこまった感じとか、なんか昔ながらのイメージがありますが、最近はちょっとこうサイズ感ゆるっとさせて、カーディガン感覚でさらりと着れるような、こういったアプローチが増えていて、まあ、それをですねグリーンレベルさんでも展開されていて、これなかなかいいなと思ってますね。まあ、通常のセットアップのジャケットに比べるとサイズ感も結構ゆるさがありますよね。そうですね、うん、このあたりが個人的にはなんか仕事用っていう感じではなくて、まあ、シャツアウター的な感じでサクッと着れるというところで、すごく素敵だなと思いました。色合いもこのネイビーなんですけども、重たすぎないネイビーで春夏っぽさも出てますし、まあ、とにかくね、透け感見えますかね。あの、すごくね、あの、軽快で、透けるぐらいなので、気軽にこう、サクッと羽織りやすいという感じ。そのあたりがね、すごく個人的にはいいかなと思いますね。僕もね、ちょっと着てみたいところであるんですが、ちょっとサイズ感ゆったりめなので、M で着ちゃうとちょっと大きかったんですね。なので、このマネキンの状態を見ていただきたいなと思うんですが、普段の皆さんのサイズか、場合によってはワンサイズ下げてもいいぐらいのサイジングかなと思うので、ぜひこのあたりはチェックをしていただきたいなと思いますね。これはいい。僕もなんか撮影用の衣装にしたいなと思うぐらいなので、ぜひチェックしていただきたいなと思っております。続いてはですね、こちらの奥のゾーンに行ってみましょうか。まあ、先日ね、カーディガンも解説して結構なんか皆さんに気に入っていただいたようなんですけども、こういったちょっとね、リネンがミックスされたカーディガンなんかもね、すごくいいですよね。なんか春夏っていうとちょっと軽快な明るい色なんか着たくなってくるので、ブルー系だとかこういったグリーン系、まあこれはブラウンかな、モカかな、まあそのあたりのこう綺麗な色もね、すごくいいかなと思うんですが、僕がね注目しているのはボトムスなんですよね。ちょっとこちら見てください皆さん。はい。これはですね、皆さん見慣れた感じのパンツというよりは、ポケットがですね、ちょっと大きめについてるんですね、このあたりに。外付けのポケットなんですが、まあ、いわゆるベーカーパンツと呼ばれるようなもので、少しですね、ワークテイストが強いパンツなんですけども、本来であれば、もうちょっとこう、オリーブとか、なんでしょうね。こう、カジュアルっぽい素材で作ることが多いんですけども、なんかこう、質感がスラックスライクで、すごく大人っぽい仕上がりになっていて、デザインのディティールとしてはベイカーなんだけども、大人が着て、綺麗めにこう、はまるような雰囲気になってて、このアプローチはなかなかいいなと思いましたね。で、色がこれ、ちょっとね、グレーとネイビーの中間ぐらいなんですが、表記はネイビーという形で、ブラックのパンツもいいんですが、ちょっと季節感を出して、少しだけ明るさを出してあげてっていうのもいいかなと思うので、旬なワークパンツをこういった大人っぽく綺麗めに仕上げたこちら、めちゃくちゃいいと思いましたね。これも個人的に欲しいです。で、結構こういったベーカーパンツって思い切って太いやつも多いんですけども、そんなにシュレット太すぎないですし、なんかストレートでね、着こなしに大人世代でも合わせやすいので、ぜひチェックしていただきたいですね。こちらのね、オリーブもいいですね。素材感、これは麻でしたっけ？やっぱり麻とポリエステルの混合になってます。うんうん、うん。素材も上品な素材感。はい。そうですね。このポリエステルが混ざることで、シワにもですね、麻というとこう、シワになりやすいイメージがあるかなと思うんですが、そんなにこう、ポリエステルが混合されることで、シワになりやすいというわけではない。そうです。防シワ加工っていうのがついております、ね。なるほど。なりづらいと。ああ、それいいですね。シワがなりづらいっていうところだけでも、だいぶ機能的に使いやすいかなと思うんで、この色、オリーブもね、なんか上品な仕上がりなので、ぜひ皆さん、チェックしていただければなと思っています。はい。続いてじゃあ、奥の方に行ってみましょうか。はい。こっちの像もちょっと見ていきたいなと思うんですが、まあ、なかなかね、魅力的な、まあ、先ほどのね、オルマイージーパンツもありますね。これですよね、さっき見たやつは。そうです。色もそちらの色です。はい、いいですね。この色、表記を見ると、ダークグリーンですね。なかなかこういった色も、濃い色なんですけども、ちょっとこうね、色鮮やかな感じも味わえるので、
あの、おしゃれが好きな方、中級者以降の方だったら、こういった色味も素敵なんじゃないかなと思いますね。はい。そして、これまたね、先ほどから気になっている方もいたと思うんですが、こちらのね、プリント T シャツ、もう僕大好きなんですよね。プリント T シャツ愛好家で、あまりに好きすぎて、自分でも作ってるぐらい好きなんですけども、このね、プリント T シャツめちゃくちゃ綺麗ですよね。色がですね、白ベースに対して、こういったプリントっていうのが結構コーディネートもしやすくて、内側に着るという形ですね。重ね着でもすごくいいですし、1枚で着てもなんかこう、パッとね、明るさも出せるし、着こなしにこう奥行きが出るので、すごくいいんじゃないかなと思いますね。なかなかプリント T シャツで大人が着てハマるやつってないんですよ。めちゃくちゃ探すんですけどなくて、僕は今日来る前からこれは狙ってたんですね。あったら絶対紹介したいなと思ってたぐらい仕上がりがいいので、ぜひこれはね、一押しです。これはフロントにプリントがしてあるものなんですが、あとはね、後ろにですね、プリントがついてるものもあったりして、こういったね、ちょっとこう、後ろにプリントがあるのも、なんか前から見るとシンプルな、ちょっと胸元に刺繍が入ってるぐらいなんですけども、裏から見るとちょっとこういったワンポイントね、アクセントになるようなカラーリングになっていて、これもいいんですよね。T シャツね、これはちょっとこれからね、まだまだ夏というか暑い期間が長いので、何枚か持っておいてもいいかなと思うんですね。これをじゃあ内側に着るとどうなるかっていうところで、先ほどのマネキンをもう一回見ていただきたいなと思うんですが、回りますね。はい。これですね。まあ、こんな形で僕大好きでこういうスタイルよくやってますよね。大山的スタイリングかなとは思うんですけども、なんかこうジャケットの内側に忍ばせて、ここが真っ白っていうのもいいんだけども、ちょっと柄が覗くというのも、なんか遊び心があっていいかなと思いますし、ジャケットというこう綺麗めなアイテムを着るからこそ、なんか内側は少し遊びがあった方が、かえってなんか休日のリラックス感が出るかなと思うので、このアプローチぜひ皆さん試していただければなと思っております。そして最後にね、もう一点皆さんにね、ご紹介したいものがあるんですよ。ちょっとね、こちらに来ていただきたいなと思うんですが、T シャツなんですね。先ほどは、プリント T シャツだったんですが、今回最後にお伝えしたいのが、皆さんちょっとね、期待されている方もいらっしゃるかなと思うんですが、僕とですね、グリーンレーベルさんが一緒に作ったですね、こちらの T シャツがいよいよ完成になって発売日をそろそろ迎えるわけなんですね。このね、ダークグリーンですか？色味めちゃくちゃいい形で仕上がってきたんですね。はい。まあ、僕のね、大好きなブラック系のパンツと合わせてもすごく相性がいいかなと思うんですが、なんかプリント T シャツというのは白 T 単体だとちょっと退屈かなという時に役立つんですけども、無地だったら少しこういった色味が綺麗なものを合わせてもらうと、すごくね、なんか夏も退屈な雰囲気にならないのでいいかなと思うんですね。まあ、せっかくなのでちょっとこの後実際に着てみたいと思います。はい、ということで実際に着てみました。どうでしょうか？これはね、さすがにめちゃくちゃいいですね。まあいいポイントたくさんあるんですけども、まずは、まあなんといってもこの色味がすごいいいですね。あのダークグリーンの上品な色合いで、このような無地のものってどうしても退屈になりがちなんですけども、こういった綺麗な色だと主役になりますよね。ボトムスがこういったブラックでもいいし、あとはまあホワイトとかちょっと爽やかなものでもいいですし、このね、グリーンがすごく夏らしくて、しかも大人の男性にも似合いやすいので、この色合いはね、散々こだわっただけあって、なかなかいい仕上がりになりました。あとはデザイン面もちょっといじってですね、袖丈の長さ、このあたりもバランスがいいですね。もうちょっと長いものもあったりするんですが、腕曲げるのがちょっとしづらかったりするので、ちょうどこの関節の手前ぐらいになっていて、程よくゆとりもありますし、長さもあってトレンド感もあるんですが、子供っぽくならないようなバランスですね。身幅もゆったりとしてるんですけども、ちなみにこれ S サイズです。ジャストに着るというよりは少しゆとりがあって、丈の長さですね。ここも絶妙で、長すぎても子供っぽくなるし、短すぎてもツンツルテンというところで、すごくね、もうジャストな長さになってるかなと思いますね。そしてこの首元の感じも良くて、ちょっとリブが太めですよね。
このあたりもすごく個人的には、なんか一枚で来ても、インナーというよりは主役になるような見え方してくれるかなと思うんですね。まあ、この単体でもいいし、このね、T シャツって意外と着れる時期が長くて、今最近あったかいじゃないですか。なので、4月も着れて、5月も暑い。で、6月、7月、梅雨時期なんかは、ちょっと気温が下がるかなと思うんですが、そんな時には、これがあると便利ですね。カーディガンを上に羽織っちゃったりだとか、あとはジャケットでももちろんいいと思うんですけども、これをね、上に羽織っちゃうと、梅雨時期でも全く問題なく、コーディネートが完成するんですね。ちょっと着てみましょうか。はい、こんな感じですね。なんかこういったブラック系のカーディガンを着てもらっても、内側にこれだけ鮮やかな色を持ってくると、退屈に見えないんですよね。そういった意味では、これ本当に完成度が高いなと思ってますね。そして梅雨時期が終わったらもう8月切れて、9月切れて、なんだったら10月の初旬も結構ね、まだ暑かったりするので、まあ、それ以降もちょっとカーディガン着ればまたっていうところで、もう半年ぐらい使えるんじゃないですかね。それぐらいですね、もう今後めちゃくちゃ使えるようなものになっているので、ぜひ皆さんこちら4月の20日から、リリースされる予定なので、ぜひ皆さんこちらもサイトでチェックしていただければなと思っています。はい、ということで今回の動画ではユナイテッドアローズグリーンレベルリラクシングさんのプレスルームにお邪魔をしまして、初夏に活躍するアイテムベスト5というテーマで動画をお届けさせていただきました。いや、今回もね、すごいいいものがたくさんあって、皆さんをきっと悩ませてしまうかなと思うんですが、ぜひ皆さんもね、気になったものは、ウェブだとか店頭でチェックをしていただければなというふうに思ってます。そして今回第1弾として、グリーンレベルさんとコラボレーションした T シャツがですね、リリースされるということで、ご紹介させていただきましたが、これからですね、他にもアイテム続々と登場する予定で、それはまた後日ですね、別の動画でしっかりと解説をしたいなと思ってますので、そちらの方も楽しみにしていただければなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。おしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか？限定動画では中級者向けのアイテム、コーディネートからライフスタイルまで発信。皆さんからのご質問のほか、無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします。大山俊のメンバーシップチャンネル。